こんばんは。あなたの出番です。ナビゲーターの平野恵子です。この番組はビンゴ地域の方に登場していただき、ゲストコメンテーターの小林文明さんを交えてテーマに沿ってディスカッションをしていきます。ゲストコメンテーターの小林文明さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてさて、お正月からアメリカにいらしたんですって、はい、そうなんですよ。1月の2日からですね、在京当番でもう東京にいなきゃいけなかったんですが、その後1月4日から11日までアメリカに行ってまして。何をし、そうですね、メインはですね、4日にワシントンに入ってるんですが、ワシントン DC っていうのは、まあ、日本でいう永田町みたいなところなんで、まあ、国会があるところですね、はい、でそこに行くと、まあ、役所の人間から議員がたくさんいるんですが、FCC の委員長、これパイさんという、アジットパイさんっていうんですが、まあ、この人が日本でいう、まあ、総務大臣みたいなポジション、要は通信とか放送を司る、まあ、独立した機関なんでちょっと役所と違うんですけど、この方と、まあ、意見交換をして覚書を締結するっていうのがメインの出張だったんです。どういった覚書なんですか？はい、まあ、日本の総務省と FCC ですね、連携してやっていきましょうねと。でその中で一番重要なのは、まあ、この間のラジオでもお話ししましたが、 5G というのがこれから始まっていきます。要は今使っている携帯電話よりもだいたいスピードが10倍速くなる。で同じ電波のあれでもですね、100倍のものがつなげられるようになると。で遅延も100分の1になるということなんで、まあ、なんか遠隔医療をやるとかですね、もしくは自動運転やるとか、まあ、いろんなものがこうインターネットにつながるという時には大変必要なんですけども、これ周波数帯という何ギガヘルツみたいなところですね、電波に使うってことを決めるんですけど、実は世界でつながってますから、日本だけで使うっていうわけにいかなくて、世界で実はルールを決めていくんですね。で 28GHz 帯は 5G でやりますよっていうことをちゃんとピシッと決めないと日本だけで使えないんです。でアメリカと日本っていうのは結構同じ周波数帯使ってるもんですから、一緒に協力して世界で獲得していくってことが実は重要なので、まあ、そういうことを早く一緒に進めていきましょうねとか、放送制作一緒にちょっと協力して連携したいよねとかですね、はい、こういうことを一緒に締結をしてきたっていうのと思います。はい、何か新しいニュースを入手したみたいなことはないんですか？そうですね、実は日本としても取り組もうとしてたんですが、これはアジットパイさんの次に NTIA のレドル長官という方と話をしてきたんですけども、 PSLT というのを、まあ、日本も始めようとしていまして、実はアメリカがちょっと先にスタートしてるんです、はい、これどういうものかっていうと、多分消防とか警察の方見てると、はい、結構トランシーバーみたいなの使ってますよね、はい、ザーって言いながらこう音声だけやってる。でももしかしたら今みんな携帯電話当たり前に使ってるので、はい、もうちょっと携帯電話っぽいもので使えるんじゃないのってもしかしたら思うんじゃないかと皆さん思います、はい、特にね、やっぱり映像が見れた方がいいですよ ね、 そうですね、消防で行ったりとか救急で行ったりしたら映像を送りたいとか、写真がとか、もしかしたら指名手配の写真をねリアルタイムで送れたらとか、こういうのあるのかもしれませんが、今は残念ながら送れないんですよね、あれは音声だけなので。でそういうもののために実は専用の電波塔を立てて、専用の機材を買って警察をやっている、消防はまた別でやってる。で消防団は消防団で持ってる。でよかったなんだったら船で、海上保安庁別で持ってる。でこれを全部同じ仕組みに一個に集約することができたら、これお金もかからないし、お互いに連絡も取り合えるし、で映像もやり取りして便利だよねと。それを、まあ、今の携帯電話の LTE の仕組みを使って一気に整備しようじゃないかと。でこれを実はアメリカが去年からスタートして、今年から整備を始めてるんですね。で日本の場合は、私が政務官だったからいろいろ提案をして、昨年末から実は検討会が始まって、今年の夏に結論を出しているんですけども、まあ、それをやる上での、意見交換ですね。向こうはどうやって決めたのと。でもちろんセキュリティが、ね、担保されてないといけないので、普通の携帯電話と一緒に使えるんじゃダメだよねと。じゃあそれをどうやってお金を抑えてやるのとかですね、まあ、こういった意見交換をしっかりやってきて、できたというのはすごく大きかったんじゃないかなと思います。無線を使っているとですね、電波障害とかよく起きたりとか、はい、全然違うのにちょっとチャンネル間違えて、よそのが入ってきて、入ってきちゃったりとか、これどうするみたいなことがあるんですけど、そうですよね、それが全然もうなくなるということです、ね、そうですそうですそうです。で実は災害の時 3.11 の時に、結構こう災害があったら消防と警察が連絡取れないとか、はい、これはアメリカのテロの時あったんですね。だ日本もそういうことがあってはいけないので、やっぱりお互いが連絡取れるようになるってことも結構重要なんです。だからまあそういうことができると皆さんの安全を守られるようになっていって、コストも下がるということですから、はい、まあ、そういうことをしっかりやっていきたいなと思っています。はい、
小林文明さんのですねブログの方に詳しく書かれていますので、興味のある方はどうぞご覧になってください。ぜひ。ちなみに日本は暖かいですね。そうですよね、はい、向こうはワシントンマイナス16度だったんですよ。マイナス16度、川が凍ってて、ガチガチになって、まあ、珍しいぐらいの寒波だったらしいんで、そんな時思い出深いドンピシャで、カチカチの道を歩いてましたけども、これでもあの湿気とかっていうのはどうなんですか？あ、もう全然湿気ないんですよ。ですよね、はい、ですからマイナス16度って、はい、よく生きていたねって思いますけど、はい、実は湿気がないから、はい、そうでもないみたいなところがあるんですよね。そうですね、風さえ吹かなければ結構大丈夫。私もカナダでマイナス20度経験しましたけど、あ、これが湿気がないところの違いなんだって思って。なんか違いますよね。そう、寒いんだけど、はい、なんか痛いとかうーっとじわじわじゃないんですよね。感じじゃないですよね、はい、でまたアメリカ広いんで、その後サンフランシスコ行ったら全然暖かいっていう寒暖をじゃあ、はい、体感してこられた。倍違いました、はい、でもお元気でよかったです。はい、元気で頑張ってます。さあ、あなたの出番ですはパソコン、スマートフォン、タブレットでもお聞きいただけます。 FM 福山レディオビンゴのホームページからどうぞ。この番組は高和物産金蔵22の提供でお送りします。サロンでトーク、今夜の主役は絵本型でいらっしゃいます張智生さんです。張さん、出番です。はい、こんばんは。こんばんは。ちなみに中国語でこんばんはってなんて言うんですか？晚上好。晚上好、はい、ありがとうございます。ゲストコメンテーターは小林文明の文明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平野さん、うまいっすね。晚上好、うまかったですね。発音とても綺麗です、ね。綺麗ですからね。はい、ありがとうございます。甲子学園のビエン先生の指導をちょっとだけ受けているので、そういうこともあるのでございましょうか。ありがとうございます。張さんは日本にいらして何年ぐらいになられるんですか？私は今からですね、もう30年前日本に来られたんです。1987年ですね、留学のために留学生として、直接京都の方に、京都 市立大学、芸術大学ですね、日本が専門に入りました、はい、1年間、はい、大学院に、はい、そうです。1年間研修生として勉強して、はい、その後は、ちゃんと大学院の方に、受けて合格して、おかげさまでその2年間で、日本語を勉強して、修士号を取りました。本当に大変でした、その時代ですね。その時代は私費留学生として来て、アルバイトしながら日本語を勉強して、それは もちろんもともと自分の好きな水墨画、中国画ですね、続けて勉強してます。30年間でずっとそれはもうこの絵の道ですね、進んでる。もちろん社会の中でですね、絵だけで生活できない、生活の面で家族ですね、3人家族ですから、はい、家族を養わなければダメですから、一生懸命働きながらその絵の世界ですね、頑張ってます。ちなみに張先生、何のバイトしてたんですか？その時ですね、京都で、工房で、いろいろ美術の関係、他の博物館の骨董品の修復とかですね、ああいう仕事です。結構日本のあちこち全国です。博物館のそのもう修復の芸術品ですね。はい、それは全部参加したことがあります。一番遠いのは沖縄の方ですね。はい、沖縄の名護の博物館、仕事したことがあります。どこですか？万代山、福山の方、福島ですね。福島の方です、はい。それでも仕事した。学生として初めて、そのおかげさまで日本の全国あちこち歩きながら仕事をしながら、とても幸せだと思う。いいですね。じゃあいろんな風景も見れるし。そうです、ね、自分の力でとんでもない、できない、まずお金がないから、だから大変な時代です。今考えたらまあ大変ですけれど、とても幸せ、有益がある、人生の一部ですね、はい。で現在は福山大学講師学院で水墨画の講師もされているという。はい、そうです。はい、張さんのですね、絵本作家の人生、もう絵本作家に興味を抱かれたのはどのくらい前ですか？2011年ですね。はい、妻の方は
幼児教育の専門ですから、それでその期間で子ども保育園とか一緒にいたりとかで、子どもはとっても可愛いですね。ああ、このこれから未来はやっぱり若い人の世界ですね。それでその機会でその絵本の道ですね入りました。一生懸命頑張ってやっと何冊ですね、日本の一番有名の出版社、あの福音会書店で出版されて、とても光栄です。今日持ってきていただいてますね、はい、このはい、そうです、ヨーヨーとルールのトウモロコシ、そうです、 あとは小駒の長介です。これはシリーズ何冊出版されたんですね、はい、うん、それでもうそれやっと自分自身を持ってたんですね、はい、はい、これからも頑張って、また絵本の世界ですね、まあ、卒業してからもすぐですね、絵の世界の仕事も見つからなかったんですから、その他の会社の方でサラリーマンとして、3年間ほど働いてるんです。それからもその京都 あの文化研究所で何年間勤めて、それもちょっと絵の世界ですね、はい、関連がありますが、中国の出張行ったりとかですね、それはもうだん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 その絵の世界ですね、なんというかですね、自信が持つようになりました。ただ今徐々ですね、絵の世界の道ですね、続けていこうかなと思ったんですね、はいはい、あの中国のですね、学校の在学中にも一等賞ね、うん、そうですね、大学生時代ですね、東北のこの東北三省ですね、はい、国立高校と吉林省、遼寧省、三省の大学生の時代で、それ自分で出品して一等賞を取られました。すごいですね。いやいや、その先生が描いた、この張さんが描いた絵なんですけど、これお猿さんですか？ヨーヨーとルール、ね、お猿です、はい、子供向けのお猿さんです、うん、なんかこう日本のお猿さんのイメージとはちょっと違うちょっと違いですね、はい、人っぽい中国のお猿ですね、まあ、表現方法はいろいろ、はい、個人の好きなように、私はこっちのタイプが好きだなと、うん、こういうふうに書いてる。最初はやっぱりいくつのタイプ書いて、はい、結構の人です、うん、あ、こっちの方は面白いですね、うん、それはあ、こっちの方のこの猿ですね、決定してこの作品を作ったんです、うん、これは本当に1冊目です、最初の1冊目です、はい、長編ということなんですけれども、うん、でも可愛いですよね、可愛いですよね、で、あの日本語で書かれるっていうのはちょっと難しかったんじゃないですか、この文章は妻の方で書いたんです。そうですか、ご夫婦ですからね、私は絵の方ですね、はい、なるほど、うん、はい、ですから息がぴったり合っている文章の方はそうですね、妻はちょうどあの子供の教育をいろいろですね、活躍しているから、そのままやっぱりある程度子供の心理で理解してるから、はい、そういうふうに作ったんです。でもこのなんかこの毛の一本一本がこう描かれてるっていうのがやっぱり絵の先生が描いたっていう感じしますね、これは見た目、そうですね、うん、実はもう簡単に表現できます、うん、水墨画の特徴というかですね、便利なところですね、うん、もし油で一本一本描いたら大変ですね、うん、これは筆をさばいたらもう何本でも描けます、うん、誰でも描けます、この熊の柔らかさが出ますよね、この毛の感じがふわふわした感じで、はい、3D というか、はい、これがやっぱり水墨画の技法なんですか？ですね、はい、技法ですね、と魅力ですね、筆をさばく、そうですね、技法いろいろありますですね、はい、わでもこう触ってみたくなるって、ね、子供たちもね、はい、そうですね、思うと思いますし、身近に感じられる、そうですね、その技法だと思うんですね、あとはその文章出てたい部分、例えばネズミですね、うん、声を変えての文章全く触れてないけど、結構ですね、子供、ネットで見たらですね、あとの、あの、見るの子供たちですね、はい、親からする反応ですね、これはとても面白い。文章は変えてないけど、何かその内容的に関連があるから、それも、反映、とても良かったですね。そのものも、はい。絵本を通じて特にですね、日本の子どもたちに何を伝えたいと思ってこう描かれてるんでしょうか？あ、それも、純白の心、はい、純白の心と子どもですね、やっぱりあの絵本を通じて子どもの一番小さい頃の心ですね、印象深くずっと大人になっても残るように、その期間、そういうのを考えて作品を作っているんですね、それを一点一点の作品の中ですね、全部そういう自分の気持ちを込めて、それを一つ一つ考えているんです、はい、なるほど、はい、
で、このね、あのストーリーもすごい素敵ですよね。こう表紙を見た時にネズミが出てきていて、で裏を返せばネズミが何か。そうです。最後で、ね、やっぱりね、あのクマちゃんと猫ですね、全く関係ないけれども、それは最後ですね、クマのおかげさまで。ネズミさんもですね、はい、ちゃんと生活ゆっとりできるようになっている、それを社会的に共同に一緒に幸せに生活、そのイメージですね、これは文章は全然触れてないですけど、はい、いやでもどんなストーリーなんだろうってワクワクっていうか、ウキウキしながら見ることができますね。皆さんのそうですね、あの見るの親父たちもですね、そういうふうに、あ、そこは面白いですね、全然変えてないけど見たら最後で、最初からの分からない、最後まで、あ、やっと分かりました、はい、そういう、はい、はい、そういった調査のですね、中国画を見る機会があります。実は明日から21日日曜日の6日間ですけれども、福山美術館ホールで開かれます福山大学孔子学院設立10周年記念日中友好中国書画展に出展をされます。で、開館時間は午前9時30分から午後5時までになっていまして、入場は無料となっていますので、またこのことについて後半でも少しゆっくりお話を伺いたいと思います。ぜひいらっしゃってください、はい、この辺りでですね、張さんのリクエスト曲をお届けしようと思いますが、中国の笛の音色をちょっとお聞きいただきましょうか。曲目は水道のふるさとです。はい、サロンデトーク、ここからは今夜の主役、絵本画家張智生さんとゲストコメンテーター小林文明さんにディスカッションをしていただきます。テーマは中国画、中国書道の魅力についてお願いします。先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、私もあのそんなに上手じゃないんですけど、本当に上手じゃないんですけど、書道をちょっと習っていたんですけど、はい、これ日本の書道と中国の書道ってなんか違いあるんですか？ちょっとあの私は書道についても詳しくないですけれども、確かに違います。書き方もですね、違うと。私も書道も関係、全然もうダメですね、字が下手ですけど。そうですか？書道の絵を描けたらこう描けるの？いや、それはそうでもない。あ、そうなんですか？みんなそう思ってるんですけれども、実際はそうでもないんですよ。書道も上手い人ですね、絵を描くのがもう勉強するのが早い。絵を描く人はですね、はい、書道はそんなもう全部上手い、そうでもない。結構中国の有名な画家でもですね、字が下手ですよ。へ、はい、下手です。絵は一流、はい、書は三流ですね、よく言われてます。へ、やっぱ使う感覚が違うんですね。違います。はい、日本人の書道を描くときですね、私はまあ京都でまあ5年ほどですね、まあ、緊急書道を詰めたことがあるんですから、それも全部中国の、北京の方ですね、北京博物院の仕事の関係があるんですが、そこの方は結構日本の書道家ですね、村上さんとか北京博物院で個展したことがある、あ、個展じゃない、2人展です。中国の東住平ですね、一番有名の画家です、はい、あの方は、書も絵も一流です。とても有名です、はい、2人でこう展示をやってそうですね、やっぱり差が出るわけですか？いや、そうじゃなくて両方ともうまい、まあ、もちろんあの村上さんと先生は、絵の方はダメです、書道一本ですね、まあ多分日本で一番有名ですね、書道界もみんな知ってるんですね。書くとき私も分かりません、実演のときですね、日本の書道家ですね、みんなですね、これは膝をついてその机の上に書くんですね、はい、あの先生は立って、両方とも紙を縛って立ってですね、はい、筆をですね、そうさっさと書いてるんですね。あの中国の画家下に向かって書くのが日本で、日本流ですね、ま、前に向かって書くんです、まあ、いや前じゃなくてその紙を引いてそのまま空中で、はい、自由自在ですね、本当に字が走れるように書けてるんですよ。ほんま何秒間ですね、それ一歩ができてるんです。その時はその残念ながらそれも、まあ、私は先生の作品がもしその時一服をもらったらですね、はい、今大変なうちがあるんですよ。その時はそういう意識がなかった。あれは20年前の話です。もらっときもよかったですね。もらってるよかったんですけど、もう残念ながらそういう意識はなかったんですね。ちなみに中国画と今度日本画、これまさに専門で、そうですね、中国画と日本画ですね、また違うんです。しかし原料は一緒、
現代になると、日本がですねやっぱり西洋洋画のです、ね、雰囲気もだんだん変わっていったんですね。明治維新以来だったんですね、はい、しかし使う材料ですね、いわゆるのこと水紙ですね、これは中国唐の時代、はい、唐の時代、唐の時代、中国唐の時代の顔材です。へー、しかし中国現代になると、うん、その材料は全部消えたんです。とても残念ですね、はい、しかし日本はちゃんとその文化を受け継いだんです。へえ、近年はですねまた中国ですね、岩絵の具とか水紙の絵の具ですね、もちろん、まあ、だんだんですね、一部の画家にですねその良さ分かってるからまた徐々に使ってるんですね。昔はそれは昔その何十年前から中国は全部消えたんですよ、その材料は。その材料から言えばそうなんですね。日本画の場合ですねやっぱり洋風的ですね、うん、一時その30年前40年前の日本画ですね、はい、結構皆さん見たら展示館美術館展示たらですねこれ一体油絵ですか、はい、日本画ですか、よくそういうふうに言われてるんですね。うん、最近はまあちょっと上々する東洋文化ですね、はい、また戻ってきたんですよ。うん、中国画の場合は水墨画はさっき言うように全くですね洋画との表現方法は違います。これが自分の中国画の代表的なイメージと思っていいですか。はい、これは中国画の、まあ、一つの表現の技法ですね、中国画で精密画とさっき言うような写意、自分の気持ちを表すためにそれは形はそっくり現実のそのままじゃなくてやっぱり自分の自由自在の表現したいものですね、うん、私は人物のわざわざちょっと変わった表現方法で、さっきのサルさんもそうですね、実際はサルさんはそんな顔じゃないんですよ、人っぽい顔になってますよね。私は表現するためにわざわざ自分の頭のサルですね、うん、表現してる。これは中国水墨画、いわゆる中国画ですね、はい、日本画が違うんですね、うん、日本画はちょっと写実的、まあ、最近の日本画はちょっと変わってるんですね、やっぱり東洋の、文化ですね、また多少戻ってきたんですね、うんうん、この子供の絵はちょっと日本っぽい、これは日本っぽいですね、だいぶ前ですね、これは日本画と中国画ですね、はい、その両方ともうまくというか見越して、うん、楽しみにですね、描いてるんです、はいはい、これはだから風格がちょっと違うんですね、はい、これパンダさんは水墨画、ね、これは水墨画ですね、はい、水墨画ちゃんとその簡単の2、3筆ですね、描いてる、すぐその2、3筆で描けるんですか。これは1、2、これは1、2、3ですね、だいたいですね、これは一筆ですね、だいたいそういうふうに表現、水墨画できる一筆表現できるは重複する必要はないです。重複したらその水墨、墨と水のみずしさですね、消えてしまうから、はい、汚くなってる、ね、あ、じゃあ何度も重ねてこれはしない、これは一筆できるものは二筆ですね、使わない、その方が水墨の寛容のところですね。パンダは小学生でも描かれるってこと、これ実はその要領書き順ですね、毎回前それも高校生ですね、うん、年1回も孔子学院のイベントがあるんです、うん、そういうところはみんなちゃんと綺麗に描いてるんですよ、全く初めての方も、はい、ちゃんと描ける、その要領分かったらとても楽しくて、絵を描くのはですね、これ実際は中国ですね、今浪人ですか、中国も社会ですね、まあ、何か結構年上の人がどんどん増えて老年化になってるんですね、うん、そういう人はもう昔は全部ですね、定年してから何もしない、今その良さが分かってる、結構の定年してからですね、はい、おじいちゃんおばあちゃんですね、この絵を勉強したら体育を学び直して、そうですね、なぜですか、自分の健康のために、これは水墨画書道もそうですね、これは気候の一種、線を隠筆するときに時は一気にならなければ綺麗な線は描けない、これ無意識にですね、体をですね鍛えることにできるんですよ、はい、こういうのをじゃあさっきの、はい、ごめんなさい、中国書画展で見れると、
はい、いうことなんで、8月1日、16日ですけども、はい、一方でこれそのさっき書道の違いを、日本中国の書道の違いもなんか講演が聞けるんですね。そうですね、これは1月16日の1時半から3時半です。そうです、多分その時また詳しく、こっちの専門ですから、書道の専門ですね、はい、詳しくまた説明できると思う。書道の専門の張先生の方が来られて、はいはい、そうです、実演もしてやられて、はい、20名限定だそうです。そうです、張真さんで、はい、場所は福山大学孔子学院の方でされるということですので、はい、学校の方にどうぞ問い合わせをなさってみてください。ぜひいらっしゃってください。もう明日ですね。そうなんです、急げ、そうなんです。はい。で、張さんのその中国画を見ることができるのは、福山美術館です。これも明日からです。21日までの6日間ですから、短いですから。ね。はい。もう作品的にはですね、全部合わせると100点ぐらいあるんだそうです。おお、そうですね。ぜひいらっしゃってください。いいですね。見応えがあります。ね、こういう可愛いパンダもいるかもしれない。そうですね。はい。みんなで見に行くといいんじゃないでしょうか。いや、でも本当に素敵なお話をありがとうございます。いえいえ。ありがとうございました。今夜の主役は絵本画家でいらっしゃいます張智扇さんでした。そしてゲストコメンテーターは小林文明さんでした。ナビゲーター平野恵子でお送りしました。あなたの出番です。次の主役はあなたの番かも。それではまた来週。この番組は興和物産、金曽22の提供でお送りしました。はい。